It's Blue Lock Saturday already. Yo, episode 14. This episode, he's back. Y'all don't know what I mean? Just know what I mean. He's back. But regardless, with that being said, ladies and gentlemen, let me just front the door and let's just get right into the reaction. 3-3で負けたらこの部屋に来ることになるのか。俺らが一番乗りみたいだけど。まあ、次負けたら終わりなんだぞ。次は勝つでしょ。今回は相手が強すぎた。そういう問題じゃない。俺はお前とは違う。Hey, it was your fault! 俺はあいつら相手に何もできなかった。何言ってんだよ、イサギ。お前も一点決めたじゃん。あれは、三人のチームプレイの結果だ。チームプレイが封じられた時、俺は戦えなかったって言ってんだ。もし次負けたら、奪われるのはお前だ。ナギ。ふざけんな。Thank you!お前がそんなんじゃ俺はどうなる。 Thank you! Well, you big a bitch! お前とサッカーやれば強くなれると思ったから組んだんだ。 Thank you! なのにそんな弱気じゃ俺は困る。なんだよ、その人任せ発言。もっと頑張れ。そうだよ、だからイラついてんだよ。くそ、あちらがいなくても俺一人で戦えるってことを証明してやる。おお、もしかしたらそういうセレクションなのかもな。試されてんのは個人の力だ。味方が誰だろうと、相手が誰だろうと、1対1で勝つ。それが二次セレクション突破の鍵。バロン、なんだよ。 He's back。 チームがしょぼいとこんな吐き溜めに落とされるのか。いねえのかよ、すえやつ。あんたがここに来るなんて意外だね。最強じゃなかったの？うちらとやる？今ならあんたに勝てそうだし。ああ、トラップしか脳のねえど素人が、この俺がキングとして直々に潰してやろうか。負けたくせによく吠えるキング。Damn! 俺が勝ってしもべにしてやんよ。次の対戦はマッチメイクされてから24時間空けなければならないって書いてるよ、お二人さん。なるわよ。てかお前バロと、うん、試合始まったらバローが一人で4ゴール決めちゃってさ。でも結局5ゴール取られて負けちゃった。バローは自分勝手すぎて輪を乱すからって選ばれなくて。俺は逃げも隠れもしない。潰してやるからいつでも来いよ、腰抜けども。でイサギ、ほぼ刑務所だ。まあここは青い監獄だし。負けて落ちてきてる奴らがちらほらいるな。それよりイサギ、最悪だ。この食堂、おかずが納豆とたくあんしかないぞ。バカ野郎、俺は慣れっこだよ。どのチームと戦う？自分らより弱そうな二人組を探せば楽に勝てるんだろうけど、そんな奴を仲間に引き抜いたって、上のステージで負けたらまたここに逆戻りだし。みんな同じこと考えて様子見てるって感じか。俺の武器、ダイレクトシュートは上達してる。でも実際の試合では俺は何もさせてもらえなかった。いたいた、おやってるね、イサギ。なるはよ、決まった。次の対戦相手、いやまだだけど。だって俺とお前はここで負けたら選ばれない方の人間だろ。でよ、俺たちは同じだろ。チームメイトはバロ、お前はナギだぜ。この状況で俺らが選ばれるわけないじゃん。だって俺が欲しいのはナギだもん。イサギ、お前じゃない。潰し合おうぜイサギ、お互いの夢かけてさ。ピピンだよ。おい、スルーロック。ああいいぜ、ちょうど俺もお前らとやりたかったところだ。決まりだね。来い、急ぎ。50本目。バレバレ。本気のバローとやり合う中でしか、倒し方は見つかんないんだと思う。超ギャンブルだね。バローを倒せるくらいの1対1の強さを、試合中に見つけるしかないってことか。もういいぞ、チビ。俺は寝る。明日の試合、俺の邪魔すんなよ。ダイヤ、キング。Weak ass! まだ、
終わりたくない。Let's run it out! Let's go! よろしく、キング。ひざまずく練習ちゃんとした。しもべになんのはてめえだ。存在感パネ。来いよ、キング。こいつに勝たなきゃ始まらない。なんだそのドリブル。間合いもタイミングもゴミかよ。お前が相手にしてんのは俺だぞ。足りねえんだよ、敬意が。なるはや動き出せ。どうせ。Hell no! No no! いや、29メートルはあるぞ。1対1の強さってやつを。ガザス。しぶといな。俺のドリブルじゃ、なるはやもかわせないのか。だったらパスか。投げる星から絶妙なコースに。やべえ、どうする。やや、はい。潔、何でもいい。俺に。空いてるスペースに出せ。どこ蹴ってんだ、下手くそ。ラスト、ワッチ。キング、I just know。そんなことより、思いついた。あんたの倒し方。特別なパスなんかいらないんだ。俺はファーストタッチで、ボールに命を吹き込めよ。奪ってみろ、キング。俺はフィールドの神様だ。やろう。潰す。来い、潔。2対1で挟むぞ。でも、ナルハヤのマークが。こいつはキングだぞ。やられた直後にパスなんか出さない。バロン、こっち来い。黙れ、チビ。Damn!He's selfish, bro. シャッ、ナイス、イサキ、出せ。出すパスは、その進行方向へ。シュート性の強烈なパスでいい。ここで発揮するのは、先とは違う、柔らかい。ブラックホールトラップ。その2つのトラップを使い分けることで、ナイス、イサキの方程式が完成する。さあ、あと3点。俺も見つけたい。1対1の勝ち方を。はしゃぐな、ケミーだ。お前らなんざ、俺一人で。どうだな、ボジカルチョコ。ダメッ、The goalies are bot. 俺だ、もういい。出せ、チビ、いい。ヘアナン。ダおい、イサギ。なんで俺が、お前らのチームと戦おうと思ったかわかるか。そりゃ、ナギが欲しいからだろう。一番の理由は、お前になら、勝てると思ったからだよ。イサギ。ボーヤーアイサギ、お前は一人で戦える選手じゃない。ニューニーヴェーナギやバローみたいな天才じゃない。俺も、お前も、エオナ、ダノセビンユー。最多の人間だ。やべおそ松。Oh my god. Isagi, bro! Hey, Seo Chibi. No. これは、なるはやにも、勝てない! So pathetic. That is it, guys. This episode made me mad. Isagi's pulling his baby stuff. I'm irritated, but it was a good episode. My boy, the king is back.Y'all don't even know what's gonna happen in the next episode, though. I thought they were gonna put more glimpse of it in this episode, but I guess not. It's gonna be in the next one. But it gets good. That's gonna be it, guys. I'll see you guys for the next one. Up next, subscribe to this channel, man. Subscribe!